はい、こんにちは、ブルーホースです。本日も、ね、やっていきましょうか。バイオヘルセットアリスリー。あれ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 、なんか背中に抱えてる怪しいものは何ということで、はい、まあ、前回ですね、まあ、ジル編で、まあ、ちょっとボスと戦ってですね、で、あまりにも、こう、ちょっと、友人からの、まあ、辛辣な言葉があってですね、あれ？あ、あ、またこれ。こういうことか。ほら。相手をしてる暇はない。ちょ、相手にしてる暇はないんだけど。相手にしてる暇はない。パンチ。オッケー。よしよしよし。おちょ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 、待って、オッケー、あと4発与えればよかったのか。ちょっと待って、また頭がテロテロしてる、また頭がテロテロしてる。これ生きて、はい、まさか上に潜んでると思ってなかった。で、相変わらず来る、来ない。あ、ちょっと待って、あ、もう速攻でこれかよ、やばいね。鉄壁してるこれだもんね。いや、そうなんですよ。いや、何が言いたいかっていうとね、友達にね言われたんですよ。やっぱりお前トークおもんねえなって言われて、チーンっていう感じですね。シンプルにただただ傷つけられたっていうだけでね。うん。いや、もういいよ、いいよ、別に。トーク面白くないとか、面白いとか、そんなんじゃねえんだよ。ちゃんとクリアすることができるかどうかっていうのがね、この実況はね、RE4 を、なんか今、すっかくついたけど敵が出てくるとそういうちじゃないよね。大丈夫だよね。まだ出てこないよね。大丈夫だよね。そうだよね。よいしょ。OK。そう。そうなんですよ。だから RE4 をね、やるための、その伏線をね、まあ回収。伏線ってあるのかな ?3 と4はあんま関係ないんで、2と4は関係あるかもしれないけどね。アグリハッピーゲット。これとこれを組み合わせ。あ、違う、組み合わせ。OK。で、これが、あ、違う。あ、もうすでにいっぱい。OK。ジャイアンから待ってしまいました。あの奥のベッドで寝てるやつもさ、なんか私のここでさ、単価プレイしなくて起き上がってくるんじゃなかった？そんなことは気のせいか。こいつは全然向かってない。オッケー、生きて、オッケー。で、奥にも一匹いないザンスね。よし、で、こいつがまた一匹いるのか。先始末しまいですね。来る？オッケー、来ないね。よし、半玉はいらない。できれば回復アイテムが欲しい。アーサルトもいらなかったね。これも先にパリ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 やってたらなんか出てくるとかないのかな。でも敵出てくる敵がいろいろ変わってこいつの行きたいとかそういうのはない。 OK、 大丈夫だね。まだハンターが出てくるムービーはやってないから、ここでまだハンターは出てこないはずだよ。ここでこいつは出てるよね。ドクター、変態ドクター、ここで起き上がるの巻き。そうなんですよ。よいしょ。すでにここでなんかいてるとかそういう恐ろしいオチはないよね。あ、違うな、ここはまだだっけ。いや、先にまあここちょっと入ろう。で、ここで、あ、やった、あった、回復アップ。9月、あ、じゃ、これは別にいらない。例の奇病。そうなんですよね。奇病扱いされてんだよね。そうじゃないんだよね。実は奇病じゃないんだよね。いらないアイテムはこいつだね。あ、意外とアイテムブースがいっぱいブースですね。違う。あそこちょっと地味にカットしないといけないポイントができてしまったな。やっちまったな。うん。視聴者さんの皆さんからすると一体何が起こったんザースっていう、ね、収録がバレるというね、大事態が起こってしまって、あんまりそういうの見せるの良くない。気がするんだけど、さあ果たしてここは敵がイルゴンス？あれ、ここってまだだっけ？後で来るんだったっけ？あいつだ。ピロ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 してる。あいつはただの屍のようだ。返事がない。こんなところにまで血をぶちまけてるってすごいよね。これピロ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 。早く起きないとハゲチャビになっちゃうぜ。なってるけど。こいつはオッケー。で、あともう一つ。これ、カッチカチやな。普通、中出てくるやつな。あ、生きてた。生きてた。出て。これさ、RE2、僕が持ってる RE2 と違うのが、なんて言ったらいいんだろうな。あ、そう、Z バージョン買ったつもりなのが、その、あっちが、あっち足、今日、カミカミだな。
こういうのやってっからあれだよね、友達にお前面白くねえんだって言われちゃうんだよね。もうその通りでございます。すいません。で、それはいいとして、この、なんだっけ。これ、向かってったらもう敵が出てくるとかそういうのがないかな。そうそう、神だから面白くないとか言われちゃうんだよね。あ、違うな。そうか、これ中庭降りてくんだったっけ。どっから降りたらいいんだろう。あ、これ生きてるかな。あ、違う、そうだそうだそうだ、忘れてた。それ来るんだったよ、これ。そう。だから、余裕がないプレイで、会話が止まるくらいだったら、もう、こういうことしちゃいなって、友達にアドバイスもらったんで、そういうことしちゃいます。こっちは敵出てくる？こっちは敵が出てこないゴンス。大丈夫ゴンス？あ、めっちゃ出てきたわ。めっちゃ出てきてたわ。はい。これ、つくよ。登ってくるゴンスとかあるゴンス？オッケー。よし、オッケー。あれジャイアンは？あ、ジャイアン来た。俺のリサイタルを聞くまではお前たちを寝かさねえぜ、ベイベーって言われて、いう感じだよね。あー、そうなんだね。やっぱちょっとこう、むっちりした太ももって美味しそうだよね。あ、クリッティカルキー。そうなんだよな。今回のバイオ RE3 はさ、やっぱり、RE2 と違ってクリティカルじゃないや、組みつかれた時の反撃ができないっていうのがなかなか辛かったりするよね。あ、まだいいか。そうだ。で、中庭行って、あれか、じゃあ、その帰りになってこう出てくるとか、そういうのがあったりするのかな。てか、早速普通にしれっとロケラン撃っちゃったけど、やっぱりそれは面白くないよね。もっと追い込まれた状態になってから、一発ぶちかますーとかやらないと。ああ、いらないな。これはいらないな。え、ちょっと待って、いらないんだって。あ、取っちまうだか。そうだか。ちょ。俺取っちまったらあれだよね。これが取れないもんな。これ以上持てない。そうだよね。じゃあ食うか。美味しゅうございました。結構なお手前で。抹茶味。これも取れない。そうか、これ。取るのを拒否するっていうのはないんだな。残念だな。これでなんか出てくるとかそういうオチはない。まだないな。オッケー。そうなんだよな。これほんと敵の配置とか、出てくる敵とかの位置とかが、もうなんか、無限変わる。あ、そっか。そりゃそうだよな。これ敵が出てくるとかはないよね。大丈夫だよね。上から降ってくるとか。そういう落ちはないよね。ここもまだいないよね。上に張り付いてる怖いやつ。ちょっと待って。ん？これ何？あ、アサルトか。アサルトは大丈夫。とりあえず、ここまで回復はいらないはずだから、どうしようかなぁ。あ、てか、まずこいつが絶対いらない。んで、これもどうせ使えないしなぁ。回復、まあ、とりあえず、3つありゃなんとかなる、3つありゃなんとかなるだろう。よし、じゃあこのまま進んでいきやしょう。これは半玉だからいらない。ノースモーキン。この世から全部消え失せろ。ここはだから大丈夫だよね。ここまたぶっ広げて。男でもそんなに広げられてたら、ねえ、エロい女がパクつきに行くけどな。美味しそうなゾウさんっつって。ゾウって美味しいのかな？てか、そもそもゾウって食えんのかな？わかんない。なんか、でもなんか匂いとか強烈そうだよね。ちょっと待って、開けるのが難しい。で、これこっちを開けると、確か、ですよね。これ言ってんだっけ？実は死んでんだっけ？病院の IP クール。OK。で、これ戻るときに、なんか生き返ってるとかはないよね。OK。さあ、問題のシーンだ。生きて帰れるかなとか、生きて進めるかな、次に。これね、初めてやったときなんかね、初めての実況のときなんかね、ここで何回もね、お亡くなりになったりしたりしてるからね。ああ、来るわね。ああ、そう、うれうれしてるのが、バックじゃなくておっぱいだったらいいのにな。なんかこういうポケモンとか出てきそうだよね。なんかね、
攻撃力が持ち上がって、攻撃と防御が高いってのは、特攻と特防が低いみたいな。OK。あ、32発じゃいけないのか。いか、いか、よし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 。必殺影分身。驚かせやがって。危な。これも上からパリーンとかないもんね。大丈夫。で、問題はよ。問題はよ。ここでもう一体いたりとかする可能性がなきにしもあらずだよね。確かね。いるんじゃなかったっけ？ん？今なんかいなかった？いるね。あ、でよね。でよね。お邪魔しました。お邪魔しました。このゴミが一瞬なんか敵に見えてめっちゃドワッとしたわ。いる？いる？いない？いない？いる？ほい。けけ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 。仮面剥がし、仮面剥がし。ミミキ、ミミキ。化けの皮を剥がすみたいな。化けの皮を剥がす。オッケー。もう難易度がないんだから、もうチキンプレイを許してくださいよ、もう本当に。で、ここ敵復活してるの術とかもないよね。大丈夫だよね。あー、しまった。そっか、閃光弾持ってきときゃよかったな。中で暴れ散らかしてるやつが確か大量発生してるんじゃなかったっけか。おーだよねーだよねー。ちょっとこれ、まあここでガラスがバリーンって、おお、ちょっと待って、お前かよ、びっくりした。ちょっとガラス玉がバリーンってならないだけまだマシなんだけどね。こんだけ暴れてんのにさ、カルロスゴーンが、ゴーンカルロスが、これ まだいるとか大丈夫。おあれ、ここあいない設定になってるのかな。あ、オッケー、いない設定になってるね。それはいいんだけど、それはいいんだけどさ、アサルトはいらないんだって。しまった、また取っちまった。ああ、無駄に、あれ？あ、そうか。一回のあれも使えるもんね。なんだけど、なんだけど、あれは。どうしよう。あ、ないのか。わざわざ取りに帰るのも七面倒くさい話だしな。どうしようかな。ほらららららら。これ、お、もしかしてドア開けてくる。そういうオチが待ってたとは。これもしかして、ドアハメとはこのことを言います。ドアでハメハメすることを言います。あれ、これ帰ってく、帰ってく、帰ってく。ちょ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 、1体目。おお、ドア開けてきた。なんて賢い、ベロキラップの波。あ、もう1体は、もう1体は、もう1回。おらららららららベッドで暴れるのはそんな患者としてよろしくないです。患者としてよろしくないです。さあ入ってこい、さあ入ってこい。あれ、あ、お前はテリトリーがあるから。あ、おお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 、甘い。おお、ちょ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 、荒れてんな、荒れてんな。そんなチキンプレイしてねえで俺と真っ向勝負しようぜって。こいつの方が男らしいな、確かにな。ほっ、あれ、あ、ちょ今反撃しようと思ったら普通に逃げてた。おお、ちょ、やべ。あ、これ、あ、カーション。おらららおらららららら、よし、オッケー、安心せえ、峰内じゃ。ずったずたにされてきてる。あ、ちょちょ、あ、で、これで、OK。ここら辺は開けれないんだな。で、これ、帰るときにさ、またなんか敵がドゥーンとか出てきて、ボーンってなってさ、ほんで、シュルッとかなったりしないよね。大丈夫だよね。大丈夫。あ、また取っちまった、無駄に。じゃあこれ、あ、そっか、戻るときになんかあれだ
変態野郎が来てんで、めちゃめちゃ。こうバーン開けてくるとかそういうオチはないよね。これゾンビだけじゃなくてさ、危ないやつとかいないよね。ゾンビだけだよね。ゾンビだけで済みますよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。はいはい、ゾンビ5個、こちらへ、ゾンビ5個、こちらへ。はい、旅行支援キャンペーンやりますんで、旅行支援キャンペーンを受けられる方、ルル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 違う違う、そんなくだらないこと言ってないでさ、ここビビってやってで、こいつを捨てます。で、よいしょ、戻ろう戻ろうじゃないです、めっちゃ進んでるわ、めっちゃ進んでる。先行弾いるか、手榴弾もいるね一応。あ、でも これをすることに、あ、アイテム欄埋まったわ、終わったわ、どうしよっかな。あ、てか普通にあれだよね、回復しとこう。救急スプレー、これ何布？誰？ここでネメシスを一応治療じゃないや、手術っていうか改造してたのかな。あれこんなに、あ、グリーンハブね、オッケーオッケー、よし、今使った分が返ってきたでいます。さあ敵はいない、これでも、あ、あ、ちょっと待って、なんかあったぞ。ん？あ、違う、これ外か。これさ、戻る瞬間に敵がバーンとか、そういうドッキリはない。バーンバーン、上から落ちてくるからな。大丈夫だよね。皆さん、ニエル・バッド。なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。開けてください。私は誰だと。生命科学の権威、ナサニエル・バッドだぞ。私は君のように。患者の下の世話をするって。患者の下の世話だって大変なんだぞ。そんなこと言ってくからね、君。残念ながら。こんな姿にさせる。それでれれれ。どんまい。耐えれる。バッドは死んだ。撃たれてる。マジかよ。ワクチンは？ワクチンは毒液ワクチン。PC があるはずだ。それで。はーい。これはいらないね。よし、じゃあ。ちょちょちょ。でこれで赤タカタ赤タ赤タカ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 タ引き。9月29日。惜しい。9月28日だったな。何の日かって。私には時間がない。僕のパパとママの結婚記念日。誰得情報？これから私が話すことによって、すべてが白日のもとにさらされる。白日、白日、あれ白日だったっけ？少しでも回復されることを願う。あ、名前が出てこなくちゃった。キングヌー、キングヌー。白日だったよね、確かね。生物兵器である T ウイルスの原因にある。失礼。そのウイルスを作ったのは私の宿主、ルーカ・ゼイが吹くウラローってやつ。アンブレラは T ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。緊迫感のある話になってないね。私のオフィスにサンプルが保管され、地下施設にも備蓄されている。これどこで喋ってるの？ここなのかな。上層部の連中はここで喋ってるのを、ただこの時からそのズーム的なその画像があったのかな。あ、でもズームみたいなんじゃん。パソコンじゃなくて普通にビデオ音声でやってたのか。あ、でもビデオ音声で喋ってるってな、よくよく考えたら98年だろう。98年そんなシステムってあったのか。そこら辺のちょっと事情は分かんない。僕なぜ6歳だったかな、6歳の頃どんな IT 機器があったかなんていうのね、なんかとりあえず Windows、Windows95 で立ち上げたらの Windows マークが出てきて、あの下にバーがツツツツツツツってなって立ち上がるのやっぱ5分くらいかかったっていうね。で終わるときにディリリリンっていう音楽が流れるって。あれちょっと血の涙流してなかった今。ここのロックが外れるのはあそこをパンチすることによってでございます。本当？あ、よかった。待ってるよジル、ティーリンリリン。その音分かる人いるかな。まあそれ分かる人がいたとしたら多分あれだよね、だいぶ。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。まあ平成初期からまあ昭和後半の人、まあ逆だな、昭和後期から平成の人。まあ、こいつはちょっと無視しましょう。相手にしてる暇はないと思ったら、あ、ちょっと待って、お前さ、相手にしてる暇ねっつってんだよ。ほら、あれ、ちょっとなんかうまくカウンターが決まらない。ちょっとだな。まあいいや。命だけは助けてやろうと思ったのに、お前が歯向かってくるからそんな目に遭うんだぜ。
まだまだだね。メインエントランス&ロビー。あ、ちなみにジル編で別に戻る気はないというか、なんだったっけ、あ、病院を探索する気はないです。あれ手に入るわけじゃないので、マグナも手に入れて進めるわけじゃないのでね。はい、ということで、じゃあここで一旦、ワクチンをぶっ刺して今日ごめん2回目だねじゃあ、はい、ここでセクハラです。あ、絶対今腕にはさ、パイプ当たってるよね。これも口でプッてさ、しかも今ジルの方にプシュッて入ってるし、それ服の上から刺してない？大丈夫？ちゃんと直接刺してる？服の上から刺してる。これあれなんか筋肉注射なのか血管注射なのかによってさ、これワクチンの効き方とかさ、いろいろさ変わってくるかもしれないです。大丈夫だったかな。まあそこら辺のね、細かい話まで言い出してしまうと、どうにもこうにもシャロンストーンなんだけど、さあ、まあね、ほんとこういう状態の中でもさ、同じ命をこう、なってたらいいんだろうな、こう、助け合う中だったらさすがに性欲も湧かないのかね。一体どうした？僕だったらちょろっとむにゅって、ちょろっとむにゅってしたくなったかもしれない。そうそう、むにゅってしたくなった、なるよっていうタイプの人はね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとかね、グッドボタンを押してね、気持ちわかるわーってコメントを残してくれると嬉しいですけどね。まあ、ということでね、まあ、こっから、1日しかないじゃないか。血管の、まだ生存者がいるんだぞ。こういう筋肉、政府が気にすると思うか。これすでにあれなのかな、タイレル買われまくってんのかな。ここにいろ、お前についてきたんだろうね。おい、ということで、まあ、まあ、フルボッコタイムにしたいところではあるんですが、まあ、一旦ね、この辺りでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、アイテム整理しておきましょうか。じゃあ、一応先行弾を持っていくとこうかね。あとは別にいらないかな。そうだね。これはいらない。オッケー。じゃあ、あ、ちょっとね。あ、なってる。あ、ちょっとね。ん？ 2？ あ、2、2個ってことか。ここに。はい。ということでね、本日の動画ね、一旦ね、この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。ではまた次回のパートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。